ハロン竹木です。本日は、大阪の方までレペゼンフォックスが来てるということでドライブ企画をしたいなと思って、まあどうせならちょっと迎えに行ってそのままメンバーをこの車に乗せた状態でどんな話ができるのか。レペゼンと前一回コラボしたことあってんけど30分ぐらい撮ってたけど3分しか使われへんかったっていう、なんかめちゃくちゃ言われて使われんことばっか言われまくって。いやー来たぜ。回ってる回ってるよ。回ってる中尾焼き。ホイ君はあれなんや。ホイはあいつはもう東京に帰ってしまった。あまりにも高校が過酷すぎて生徒からもみくちゃにされたけどあまりにもカロリー高かったってこと。カロリーが高かった。最近コラボしましたよね。ヤフーニュース見た。そうだいぶ前やけど。イケメンすぎるなんか YouTuber みたいな。そうなんや。結局その2人なんですよYouTube 界のイケメンはそこ二人なんですよ。はい。ええー、もう丸くんもだってね、そっち系のあれでしょ。いやあ、じゃあ今日ね、YouTube 界のね、三強みたいな。どういうこと？何の？え？顔の。やかましいわ。こっち来んな。久しぶりすぎて。え？そんな久々っけ？マジでめちゃくちゃ。だって最後。たこ焼きじゃない？あれ？え？たこ焼き？たこ焼き。じゃあ顔変わってる俺。はじめまして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 。下本俊之介って言います。あ、竹谷翔って言います。ああ、そうなんですね。タトゥーも入ってる。タトゥーも。だいぶ変わってると思う、ほんまに。別人や。いや、でもやっぱ動画見とくとさ、なんか久々感ないね。全くない。めちゃくちゃ今切り抜き回ってくるし、生放送もなんか常にやってるよ。めちゃくちゃやってる。あ、俺らフィリピン行く。行こうよ。フィリピン。パスポート持ってるかー。めっちゃ誘わん。フィリピンとクラブにめっちゃ誘ってくる。最近生放送で今まで見えなかった部分がさ、すごい出てるやんか。出まくりよ。それを聞いてて結構なんか考え方似てんなとか。ヘップダサいとかするタイプ。するタイプですか。いやでもそのヘビーな話題じゃなくてポップなやつに行こうよ。あとあの話もしたくて、食べ物についての話。健康ね。あれマジで俺ほんまに全く一緒。絶対思うよね。し、めっちゃ言いたいけど。いや、あれを生配信で言ったら、お前そうじゃねえやろってガー言われるけど。で、食べ物に対して言ったらさ、その自分の今の体って全部食べ物と自らなんよ。いや、そう。それを俺ずっと思ってたけど、あんまり言ったら宗教っぽく思われるからあんま言ってなくて。そうで、健康気をつけようよって言ってる俺が叩かれるなら、もうそんな国やばいと思う。やばいと思う。だって普通にめちゃくちゃいいこと言うわけや。添加物の話とか。あ、そうそうそう。そうそうそう。添加物って言ったら日本が世界で一番多いねん。添加物の数。本当にカップラーメンとか、たまに食べる時があるやん。なんかわーって。じゃあ今回はコンビニや。だった時、本当に食べて、その日、調子悪いもん。じゃあ社長だけやんな。俺だけ全然。でも多分、年齢的なものもあると思う。同世代やから。確かに。ちょうど気づいてくるぐらい。あとね、時代もあると思う。あ、でも食えよ、お前ら。ちゃっちゃかちゃっちゃか。一番最近の動画で、1日4000キロカロリー以上の食事をしたら何キロ太るじゃないですか。マクロ好きだ。さっきの話返せよ。違う。俺はもうそれは、宿命よ。宿命だよ。21時間前にやってるやん。そうしないと、ね。それは、玄米食べてみたでは伸びませんから。そう。玄米10パック、大食いは伸びひんから。ね、4日前の動画。メガ盛りから揚げ900円。お前100食もしたんじゃないすか。ふざけんなよ。無添加の大豆ミート食べてみたら伸びひんやん。伸びひん。もうおしっこ飲んでも伸びないっす。あ、逆に？おしっこ飲んで伸びる時代は終わったっす。俺ら400万人の方のアカウント今2ストライク食らっとんだよ。よいよ。今ゴキブリとか食べてバン食らおうならアカウント400万人消える。改めて、はい、はいどうも、竹木です。いやだーです。いやどうも、みそきんだ。みそきん食べました。ああ、ユーフェスのイベントでちょっと食べてる。食ったぐらい。どうやった？俺食いたくて探したけどどこにもない。正直俺ウームやからさ。そうなんや、俺ウームなんや。そうや。美味しいよ。そうじゃあ美味しいよね。じゃあ美味しいっすね。じゃあ美味しいよね。じゃあ美味しいっすね。もう本当にだって結構ウームの中でも長い間やらさせてもらってるから。じゃあ一番距離近いし一番美味しいかも。じゃあめっちゃ美味しいやん。いや、もう全然美味しくなかった。さすがに添加物は使ってないよね。いや、もうゴリゴリに。ゴリゴリの。お客はもう、やっぱり、まったり、トークすることがなかったから、はい。ドライブでちょっとこう話していきたいなって。今からフィリピンよ。あなたたちはでしょ。そんなのちょっと聞かせてくださいよ、じゃあ。はい。そうですね。なんで海外に行くかっていうのを。はい。
いやさ、レペゼンってさ、本当に一人一人のが一番ちゃんと喋れるくない？そうなんよ。最近気づいたよ。それに気づくのに7年かかったよ。え、翔くんは、誰が仲いいんですか？大分の方とか。あー。大阪ですもんね。大阪やからどうしてもそこ仲いいかな。え、でも今、学祭回ってるっていうのは何かしらのなんかあるの？学校。策略とか。いや、ある。やっぱ若者に夢を。これは大事。もう俺の一個の目標ですから。そうさ、やっぱりこう同世代になってきてるやんか、俺とか社長とかさ、ある程度の大台行った時に、次どうするかっていうのか、やっぱりこうちょっと悩みどころというかさ。いや、そう、俺最近生配信あれでガチやったよね。で、多いからもうやっぱ見え方悪いよ、社長の生配信って言われて。いや、社長の生配信、昔の芸能界とかってさ、もういかに神秘的にして、この人本当はプライベート何やってんのやろっていうぐらいのことやったやんか。どういう人か分かれへんっていうのが、より知りたくなるというか。ミステリアスな。でも今社長のやり方って、もう常に配信してるから、良くも悪くも、ポンと出ちゃう。で、しかも、多いとかは割と、この、なんていうかいな、こう、みんなの意見に、あ、分かるわ、みたいな。っていうタイプの人やけど、俺はそもそも分からんわっていうタイプの人なんよね。その、いや、俺はこう思うみたいなのが、いつもみたいに動画とかで熱くバーンって語るんやったらよかったけど、生配信でいちいちめっちゃすごい熱量で喋ったりはせんやん。結構普通のテンションで喋ってしまうやん。ある程度の策略というか、その、なんかビジョンがあったからそれやってるわけやろ。それはなんでやり始めた？シンプルに切り抜きがすごいやっぱ伸びるようになって、やっぱ俺らがこう復活でき、オワコンって言われたところが復活できたのは、それやっぱ切り抜きのおかげもあるわけよ。そうやね。だけど切り抜きに力入れないかんって言ってで、YouTube あんま上げれてなかったけ、話題のトピックから流行りのもの全部にバー触れて、結構熱しやすく、バー、熱しやすく冷めやすいってわけじゃないけど、あれやと思ったらガーンやってしまうわけよ。で、そこで気づくんよ。多分ちょっと俺年齢的なところもあるって気づき始めたよね。俺だって叩かれながらでもガーって行くべき時ってあるやん。それが許されるよ、若いがゆえに。許されね。ね。で、逆に、大御所になってきたら人を評価することも許されるよ。やっぱこのビートたけしとかが、いや、この笑いはね、とか、ああだね、とか、なんか深みが出てくるよね。けど、俺今30歳で、ミドルなんよ、おそらく。程よく、大御所でもないけど、ちょっと、ね、ああ、その若手ではないよ。若手でもないし、YouTuber でも、いや、歴史が短いから。言うて活動も7年、8年あって。8年あって。やっぱゴシゴシとか YSP とか、最初 YSP とかで大炎上したりとか。まあ、中堅じゃない？そう、あれも7年前とか、あんまり評価するの。下をどうこう言うのも、まだお前早いぜってなるし、なんか、そんなにまだ残せてもないし、まだこう自分が上がっていかないかんときに、ああじゃない、こうじゃないっていうの言いがちなんよ。俺本当に、なんかもうそういうやつやけん。社長とかって、すごいその先のことを考えて、てかこの世界で成功する人って、本当に、普通の人よりかは、やっぱこう、頭切れるというか、だからこそ成功してるっていうのがあるやんか。だからそれをつい生放送で言っちゃうと、でも、ほとんどの人は分からんわけよ。そう。けど、分からん人が大多数やのに対して、合ってる部分を話しても、やっぱり、響かんわけよ。それなんよ。そうなんよ。だって、言うたら、それでもし、響いてくれたら、全員成功してると思う。この活動自体がね。だから俺最近思ったんが、この世って IQ ゲーかなと思ってて。はいはいはい。なんか IQ とかって、測ったことある？ない。100以下ぐらいが平均より下。100より上がちょっと頭いいみたいな。で、110になったらちょっと優秀。で、120、130、140ってなったらその大悟さんとか。ちょっとまた、なんて言ったらいいのかな。頭良すぎて逆に。レベチの。そうそうそう。で、俺びっくりしたんが、IQ が70か80ぐらいの人って、ギリらしいよ。普通の学校に入れるかどうかの。障害的なものもちょっと入ってるみたいな。で、80がギリなんよ。正常な人とそこの。でも80は一応普通の公立の学校に入れるんよ。文字は読めるし、けど、その人の本当の言いたいことはよく分かってないみたいな人が。そう。男同士でもそうやし、カップルでもそうやし、一番本当に相性がいいのって、IQ が一番近い部分だからと思っちゃってて。IQ って確か、なんか、20ぐらい離れると会話が成立しない。この世って割と IQ ゲーなんかなって思ってて。なるほど、なるほど、なるほど。なんかでも IQ にもいろんなジャンルがありますよね。例えばその、ガードマンとかもそうですし、その、アニメのツッコミとかするじゃないですか。あー。それに対して知ってるかどうかで変わってきますよね。はい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 。いやでも俺逆に、俺最近ちょっと、俺なりの理論やけん、これは正しいかどうか置いといて、この、画像認識能力が高いとか。おるわけ、俺の先輩に一人。はいはいはい。その先輩は、東大より賢い学校に出たわけね。世界で、
12番目に賢い大学に出とんだけど ADHD なわけ。え、でもさ ADHD の方がさ突出してなんかめちゃくちゃ IQ 高い天才が多い。物覚えれるけ教科書ペラペラ見ただけで覚えとうけその文字が。来すぎたらまた別になってくるやん。そこ大吾さんとかホリエモンさんとかさ、うん、だけど IQ テストっていうものは IQ テストっていうものであって多分こう他にも多分人間って測るもの要は身体能力とかやったり、まあまあまあそうやねなんか物をそう目で覚えれるとか、うん、こう記憶力とか、とりあえずやってみたらいいわ、うん、やってみよう思うから、まあ、とりあえず平均が100、優秀が110、120までいったらもちろんだいぶ優秀。調べた時に1時間かかりますと。あ、IQ 何本やった？そう、それでいや怖いわけよ。うん、こういう仕事してて大学は出たけどそんな別にいいとこ出てないから、うん、1時間ぐらいかけて、やった後に、うん、コングラチュレーションみたいな、うん、あの海外のサイトやって、あのあなた1時間かけて、とても素晴らしい記録出ましたみたいなんで、じゃあなんか次にいくら出たかっていうのを1000円払ってくださいって出てて、えこれを作ったやつ一番 IQ 高いわって。確かに俺より賢いって思って、まず作ったやつが賢いと思って、ここででもさ40分かけたものに対して絶対にもうたかが1000円ぐらいやったら払ってしまうっていう。賢い。こいつ IQ150 あるで。200ある。そんな思いつかんやろ。うわーと思って、でこれは111やった。おすごい。いやでもね正直111ぐらいないとこんなに数字持ってこんななりませんからね。マル君と、はい、はい、乾杯です。マジで誰か分からないよねこの感じ。え、はい、このまま行くってこと？はい、このままフィリピンです。フィリピンか、はい、世界進出みたいなものなんかこう具体的なものとかってさ全く分からなすぎて。今は東南アジア全米じゃないですか。であれすごかったよね。ローリングアウト、最近やったローリングアウト。ああ、うんうん、あれはやっぱ俺めちゃくちゃムカついてて。えやったわ正直。はい、ボーリングアウトでエレベゼンが出て、うん、でそれに対して、あ、そっちそっち、あのそれでしょ、そう、お客さんがさなんかこう、うん、あんま集まってなくねみたいなさ、日本人が頑張るって言ってそこまでわざわざ言ってんのに、わざわざ現地行ってそれを言うっていう、その分かりへん、どっからそのなんか原動力は生まれてるのって思っちゃうんよ。しかもなんか本来はもうちょっと多分来る予定だったんですけど、でもメインステージの方が10分押して一番今注目されてる若手ラッパーみたいなのが被っちゃったんですよ。ああ、僕らの時間帯に。あ、別の何個かステージがあって2個あって、あ、はい、そっちがもう俺らも見たかったですよぐらいの、はい、ああやって見たらそうなんやけど、前後はもう本当に人おらんくて、俺らの前の出番の人と後の出番の人全然人おらんくて、うん、俺らの出番の時に人集まってきて日本人がわーってきてレペキョとかで、それでもやっぱガラガラやったわけ、で俺らの出番が止まってグワおらんくて、あのステージの中ではおった方やったよね。うーん、集めれた方やったよけど、やっぱでもそれでもガラガラやけん、まあ、悔しいことは悔しいし、そういうさお金払ってか出させてくださいって言ったわけでも何でもないやん、まあ、日本のヒップホップの人たちってやっぱすごい長いことすごいおって、順調がおって日本業界ではレジェンドとか呼ばれとったり、こんだけ人気あるよねっていう人たちが呼ばれんくて、そんだけすごいレジェンドの人でもタイでは誰も知られてないわけよ。そういうことですね。日本ではすごいよ、うん、あのヒップホップではけど、タイに行った時にじゃあその方々ってタイで何人ファンがいるの、何人タイの人があって言ってもらえるかって言ったらタイはすごくないよね。だけで俺らはタイでめちゃくちゃやっとったけあったわけよ、その知名度とか多少、うん、だけキングされて、まあしゃあないっていうわけじゃないけど、まあ俺らも来たオファーをさ受けるだけやけん、でもまあだよねってはなってしまうよね。タイの話やけん、そうそう、これ日本のベースやったらあれやけど、まあ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 、タイでは確かに俺らの方がまだ知名度あるんじゃないってなって、タイでじゃあどっちが活動してたかって言われると絶対俺らじゃないですか。でもあのショートも可能なのな、夏来てもらうでしょ。タイの人は来てよ、俺らもあるけん、ゼップとかのライブあるで、デプモンナンバーもあるんですよ、はい、え、マジで、はい、だっけの話のあれやけど、ビーフみたいな曲出したよね。揉めた時に売り手ダサくてもいいんじゃないのみたいな言った曲あるよね。それに対して俺がいや売れてないことがダサいよっていう、なんかその言い返しみたいなところがあって、それはちげえだろって言われとるけど、俺が言いたいのって別に売れてないことがダサいよねっていう話をしとんじゃなくて、僕でもなんかそういうこと言ってくるのは違うんじゃないよっていう言い返しなんだけ、売れてないことがダサいって言いたいわけじゃないかったんやけど、それは違えだろってめっちゃ批判食らったけん、あ、言いたいこと伝わってないと思った。売れてない人がダサいって言いたいわけじゃないけど、売れとう人に対してお前ダサい
なんかね、やらなくても良いんじゃないのは、そっちの方間違っとるって言いなかったっちゃうしたけど、 K-1 とかでわーっと本気で格闘技やったのに、俺がチャカ出したらお前死んじゃうよみたいな、そういうことを言っとる。売れやダサくてもいいんじゃないのって、そのディスは逆に出せよって、なんかわかる、うんうんうん、っていうのがあった。一瞬ここに燃えてに見える社長、なんかこんなんじゃないの、エリートじゃん。翔くん、YouTube 始めたのはどんぐらいなんですか？10年。長っ。10年だから、はじめ社長のちょっと後ぐらいかな。東海と同じぐらい。きっかけは何やったの？やっぱその当時の大学生の若気のいたりで、他にも持ったわけない。俺が一番おもろいやろみたいな。俺がやったら絶対売れるやろみたいな。で、もうその日にもうパソコンとカメラ買いに行って。俺も。YouTube 見て絶対俺の方がおもろいみたいな。で当時過激は流行っとったよね、うん、俺らが始めた時。東海オンエアですらおしっこ飲んどうぐらいの時代で、フィッシャーズとかあとオプトラとかもそうすごくて、こいつら過激で面白いことできると思って始めたんや。俺らをこれで知ったみたいな動画ある？この動画で、砂浜みたいなとこ。おこれが多分最初だと思う。それでも YouTube 始めて2ヶ月目とかね。あ、Twitter でとんでもなくバズったから。めちゃくちゃバズってて。これ懐かしい。そっか、あれや。え、逆に知ってた竹焼翔っていう人は。知っとったよ、めちゃくちゃ。知ってました。何で、何引っ掛けなの？引っ掛けかって言われると難しいかもしれないし。あ、コメント狭かったもんね、YouTube みたいな。僕が尋常じゃないですよ、結構。YouTube とかは。一番無常。本当にヒカキンさんが BDS さんとかマスクとかとシナモン公演に来てたぐらい。シナモンチャレンジね。そう、ちょっと今日は時間があれやったけん。じゃあ消す？いやでも全然いいよ、全然いいよ。俺なんぼでも全部いける。その時に当たり前と思ってたことってやっぱ、5年で変わるくない？全てが。うん、5年もかからんぐらいだよね。3かな。3で変わっちゃうよね。3かな。あの時すごかったなっていうのも本当3で変わっちゃうから。うん、それこそもうすぐオワコンになっていって、数字取れんくなったらもう多分モチベーションがね、続かんっていう3人組ぐらいの男女系 YouTuber ってすぐ消えるなっていうイメージもブームのすごい一個これやっとけばよかったのにねって思うのは、サイドビジネスみたいなのをもっとさせるべきやったと思うじゃんね。だからウームのおかげやん。例えばまたなんかこれまたなんか人の評価しようみたいな話になるけあれかもしれんけど、ヒカキンさんとかやったら子供に受けとうわけやけん、子供服を作るとか、ヒカルくんで言うリザードみたいな、そしたらウームのおかげで稼げたってなったはずなんよね、もっと。だけど、ね、そこの利益は例えばウームが取っても別にウームのおかげでこんだけ儲かったしなると思っちゃうね。けどやっぱ再生数とかからやっぱこう持っていってしまうと、ブームのおかげかどうかがすごい難しい考え方になってしまうけ。そうやね。YouTuber だけすごい自由やん、うん、こうやってコラボしようって言って一時事務所確認いらんし。そうやね。やりたい時にやりたいことできる。 YouTuber はすごい自由やん。はいはいはい。けどアーティストはそうはいかん。曲作りたいって言っても、なんでレペゼント曲作るのみたいな、ダメとか、それはやっぱ許されてない感じが、まあ、難しいよね。本当に大きい事務所をね一回通したらもうそれ何ヶ月先の話になるのっていうぐらい、実現までに。本人がやりたいって言っとうのにそれをダメって言うとさ、なんかまあでも変わってくるよ、うん、だって5年前とね今と比べたら全然もう全てが変わってきてるから。その当時こんなことありえへんかったやろ、バカにされてたことが実際に実現してるやんか、うん、でそれを先に始めた人が、うん、成功してきるわけやん。ああ本当に今予想もつけへんようなことが多分5年後とかに実現してんやろうなとは思うんだけど。ああ、それは互いに何やと思う？俺は今海外って言っとんのって俺らぐらいやん。うんうんうん。けど海外取らんとダメやんって、インフルエンサーも YouTuber も言うても俺らぐらいしか言ってない今。ちょっとずつさ、試験的にさ、日本語でやってる YouTuber でも自動的にいろんな言葉に変換してるっていうのは聞いたからさ、うん、あれがなったらどんどんこう広がっていくんかなとは思うけど、まあでもそれはまた逆もしかりやけどね。海外の動画も言うたら日本語に集約されて見れるっていうので、海外の動画面白いってなる可能性もあると思うけど、例えば1ツイートしてたまたま高校生がバズる時ってあるやん。うんうんうん。それって今お金にならんけど、うん、もしかしたらツイッターからお金が振り込まれるかもしれない。ああ。そうなったら、え？お金入ってきたってなってまたバズらせようと思うやん。はいはいはい。今って YouTube ぐらいお金稼げるとしたら、ね、TikTok でもあんまり稼げんし、うん、けどそれすごい当たり前になると。インフルエンサーとインフルエンサーじゃないって分かれとうけど、みんな適当なツイートしてバズってお金もらえるようになってきたら話変わってくると思っちゃうね。翔くん会社経営しないんですか？
普通に編集者があからさまに足りてないなと思って、はい、そう編集者も本当に5人ぐらい雇って、そのうちが編集会社としてなんかこう立ててもいいのかなと思ってるし、コンサルとかはしたくないから。俺多分明日の朝までこういう話に。いや俺めっちゃあるよね。え、はい、待った、着いたけど今いいです、いいいいに来てほしいらしい、第2ターミナルの4階。え、でもそこ並んどってよ、フミヤたち。ターミナル1です。あ、もう並んでます、並んで押さえてます。社長とマルクも来るだけです。オッケー、マルもうちょっと前、はい、オッケー、行きます。じゃあね、ありがとう翔くん、ありがとうございます。うん、ちょっとまたバタバタしたけど、ありがとう、じゃあね、気つけて、じゃあね、バイバイ、気つけて。僕たちは絶対